選手時代は二流だったけど、監督まで上り詰めた人物。上田俊春。しかもただの監督じゃなくてレジェンド級。ビッグボスは元大リーガー笑い。まあもともと守備はチートレベルやからな。高津やろ、長川武田久志みたいなもん。迷宮界入りしてるし一流やろ。おうい。強力チームのレギュラーではあった。ホークスのヒゲの人は選手時代知らんわ。畠山的なスラッガーや。西武の森ってどうなん？星としては一流ちゃうの。日尻の時にパリーグで敵なしやったモッサンの盗塁を封じ込んだわけやし。与田は新人王やけどどうなん？一年目の途中で壊れてしもうたからな。だからこそ引退後に星野があれこれ世話焼いたんやろうけど。小畑です。引退した当時、広島の選手で歴代通算安打トップやぞ。オールスターでも MVP2 回取ってるし広島的にはスター選手や。山本浩二。歴代ベスナイン定期。じゃない方定期。栗山以外でおる？栗山の現役時代知らないとかにわかすぎんだろ。